こんばんは、昭和男ミッチャンネルでございます。パキスタンの話をねこの間しましてですね、その続きがあるんですね。今日また電話がかかってきましてですね、まあ、あの向こうの方もそのやっぱりその日本、まあ、同郷なもんですからね、まあ、日本の、まあね、関西の方どうですかっていうふうにね、まあ、聞いてくるので、私もまあそれはまあいろいろ説明するんですよね。で、まあ、向こうはですねやっぱりそのだいぶこう人がね亡くなってますので、本当にロックダウンということでですね、もう何回目かわからないけども、本当にね徹底的にね店が全部閉まるそうです。ホテルなんかまだ一つもやってなくて、レストランももうほぼやってないです。で、あとまあお店もね閉まっちゃうんですよね。その食料品まで閉まるから、もう買い込みをねやっておかないと大変なことになるということで、まあ、そういう話でね、まあ、大変だなと思いました。で、今ちょうどねあのイードって言いましてですね、その断食ラマザン明けなんですよね、もうすぐしたらね。でそこにもですねちょっとこうあのそのロックダウンがですね、その時期にもまでかぶさってくるんじゃないかってことは、これは大変なことですよね。もう言ったら、三度の飯よりも、まあ、その宗教、ね、イスラム教を大事に思っている方々がですね、まあ、そのイスラム教の宗教にのっとる生活をですね、まあ、そういう大事な大事なねお祭りをですね、まあそのロックダウンによってできないということは到底まあちょっと難しい、まあ、しかしそれをですね政府はですねやれというか、今回は本当にあの、まあ、その時期かぶってですね、まあ、ロックダウンしようということですから、まあ、相当なもんじゃないかなと、まあ、思うんですね。国の思いは一心をかけてというかですね、まあ相当本気でやっているみたいですよ。まあ、だからですね、まあ、本当にまあね、大変ですけどね、まあ、日本は、ね、そうならないように、中華ね、まあ、日本は、ね、どうですかって言われたんですよね。でまだ日本はオリンピックもまだ諦めてないよとか言ったら、とかいう感じで、ね、驚かれましたけど、まあまあ、まあどうなるやらですけどね、まあ、そんな感じで、国の向こうも、ね、インドの向こうも大変だなというふうに思いました。以上、昭和男チャンネルでございます。ご清聴ありがとうございました。